どうも、大学生の田島です。昨日ね、10年ぶりに歯医者に行ったんですよ。でまあ虫歯がないかとか、歯石のチェックとかしてもらって、結構ね、掃除とかしてもらったんですけど、俺ずっとタバコ吸ってたじゃないですか。けど一切ヤニがついてないって言われたんですよ。紙巻きのタバコですかって言われて、あ、そうですよ。1日、あ、まあ15本ぐらいですかねって言ったら、いや、あなた吸ってないですよね。吸ってる人は絶対にヤニがつくけど、一切ついてませんって言われて、俺ずっとかっこいいと思ってタバコ吸ってたしね。深く吸い込んでね、肺に溜め込んで、なんか考えてる感じ出しながら空見ながら吐くみたいな。いつもやって。でも俺吸えてなかったらしいです、だから。ただただタバコをパクパクして、ジロジロしてただけ。だってヤニが一切ついてないんだもん、歯に。もうなんか悔しくなっちゃって、バカバカしくなったんですよ。1日500円払って口パクパクさせてただけ。情けないなって思ってね。だからもうタバコを今日でやめます。こちらにね、最後の一本用意しました。まあ、健康を気にしてとか、女性を意識してとかっていうことは一切なく、今まで吸えてなかったらしいので、だったらやめますっていう。だから今まで5回ぐらい禁煙失敗してきたけど、それは吸えてると思ったから、失敗するのすらかっこいいと思ったけど、吸えてないんだもん。もう今回だからガチでやめれると思います。吸います。これ吸えてないらしいです。これずっと今までこれできたけど、全く吸えてないらしいですよ、これは。情けねえな、自分。これ吸えてないです、今も。パクパクしてるだけ。友達とかと一緒に喫煙所いた時とか、こいつなんで口パクパクさせてるんだって思われたのかな。友達は多分吸えてるもんね。ヤニついてる。ヤニ取ってきたよって言ってたし。いつもこう、中学の頃もさ、バレーボール部だったんだけど、ツーアタックって言ってセッターだったんだけど、こう、トス上げるタイミングで、相手コートに押し出す不意打ちみたいなのがあって、それ5回連続ぐらいで失敗してね。それで県大会逃したりとか。ああいう時も友達は気使って俺に何も言わないでくれたけどさ。思ってたんだろうね。こいつ終わってんなって。ダサいな。人として。生き様が。悲しいぜ。そりゃないぜ。そりゃないぜ。吸えてるじゃん。これ吸えてないみんな。もう一回吸うね。これ吸えてないのこれって。いや、一切ついてないんだよ。だって。吸えてないってことかな。もうわかんないよ。わかんないよ。やめよう。懸煙家になろう。そしたら吸えてなくてよかったって心から思えるはずだし。一回でも本当に吸えたなってじゃあ感じてみたい。他の人がタバコバクバク吸ってるじゃん。それ味わってみたいわ。一回本気で吸ってみるね。これでもうこれで吸えなかったら諦めるわマジで。どうでしたか？俺は満足です。さよなら。